ぜひですね岩田篤大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いします こんばんは、岩立です。今日取り上げてみたいニュースはですね、都議選から考える総選挙。と とういうことなんですけど、その前に一言ですね、熱海のですね、私も静岡県出身なんですけれども、熱海のですね、この土石流というか、この山崩れといいますかですね、これによって、今大変なですね、あの被災された方々にお見舞い申し上げたいと。そしてまたお亡くなりになった方々に、これよりご冥福を申し上げたいというふうに思います。で、現在ですね、今この問題については、いろいろな調査をしている段階で、 あって、またあ、そして、あの、操作をですね、あの、何よりも優先させるべきだというふうに考えております。しかしですね、同時にこの原因についてね、やっぱりしっかりと考えなければならないと私は思います。えー、特にですね、ああいったところにですね、ソーラーパネルを作っていたという問題ありますね。で、これはね、おそらく静岡、あの、その地域だけの問題ではなくて、あの、そういうところで保水というか、水をキープするっていう意味での保水ですね。保水がしっかりできているのか、あできていない 木がある時と比べたらですね、明らかにそれは弱くなるというのは当たり前のことだと思うんですね。で木が根を張って、で、それで、あの、水をこう防ぐということあると思います。そういったことをですね、まあ、きちんと考えて上であの、やっていくべきだろうと思います。で、ソーラーパネルをね、導入することがいいんだというふうに、もう非常にですね、あの、前、以前、あの、 菅総理の時、菅さんじゃないですよえ。菅総理の時にね、で、そのソーラーパネルと、あの、孫さんですか、えー、というのがですね、一緒になって、大推進してましたけれども、私はあの時に危ういなと思ったんですね。あの、災害の時に本当に大丈夫なんだろうかというふうに、まあ、素人考えながらですね、思ったわけです。えなぜかと言ったらですね、まあ、普通に考えてですよ、そあのソーラーのはがね、台風かなんかで、 もし飛んでくるようなことがあったら、それがぶつかっただけでも大変なんじゃないのかなというふうに思えたからです。で、あともう一つはですね、あの、やっぱりこの水の問題ですね。これ保水とかの問題。あと景観の問題ですねあ。見てくれとしてどうなんだろうかということ。なんか田舎のね、ところに行って、あ綺麗な山だなというふうに思ったところにね、空パネルがブワーってあるのを見るとね、なんか、げんなりした感じしませんか私はします。まあ、そんなことも考えながらですね、もう一度ね、やっぱ根本からそこら辺の部分を考えていくべきだろう やっぱりですね、国民の命を守るというのは、これはやっぱり政治のもう基本的な事柄ですから、命を守れないようではですね、政治ではないわけですからね、その原子力、原発をやめれば何でもいいんだというのは、これ本末転倒ですよね。やっぱりソーラーパネルによって命が奪われるなんてことがあってはならないわけですから、きちんとそこら辺総合的に考えてほしいということをまず申し上げておきたいと思います。 さて、えー、そしてですね、今回、えー、この都議選、えー、まあ私もですね、お会い申しなく,なくちゃいけないのですね、私の予想もだいぶ外れました、えー。というのもですね、もう意外なことにですね、えー、やっぱり意外というかですね、ま都、あ、民ファーストはですね、すごい強かったという印象ですね。まあもっと言うと、小池合子さんの人気はすごかったと。最後にですね、また出てきて、 まあ、それでこ、あの、心をわしづかみにしていったということなんでしょうえ。まず結果を見てみたいと思います。ちょっと書いていきましょう。え、都民ファーストは、まあ、ですね、前回は45だったのが、今回は31になりました。で、自民、前回は25だったのがえ、33になった。で、公明党、前回は23。 今回も二十三で、共産党。えー、前回は十八で十九で、えー、こっち行きましょうか。立憲民主党。えー、前回は八で十五維新。一から一で、えー、あとですね、ネットっていうのは、 1>, 1から1で国民民主、えー、0から0ということなんですね。で、これを皆さんどういうふうに読み解きますかというのをですね、考えてみたいと思うんですけれども、えー、これでね、まあ純粋に考えたらですね、勝利したっていうふうに言えるのどこかなっていうふうに考えると、前回より勝ってるですね、自民党、えー、それから共産党、 それから立憲民主党倍増してますね。で、立憲民主党あこれが勝ったというふうに言えるんじゃないのかなというふうに見えてきます。自、協、率と。勝っているように見えます。しかしですね、私はそうは思いません。これはあくまで数字の上だけの話でしてね。で、この、どういうふうに見るかと言ったらですね、やっぱりこれは違ってきます。で、それはなぜかと言ったらですね、都民ファーストは今回の選挙で30議席どころかですね、 10議席すら切るんじゃないかという予想まであったんですね。で、それが30議席取ったっていうのは、これはね、まあちょっと驚異的なね、強さだったと私は逆に思います。えー、このトミーファーストは驚異的な強さで。負けはしたけれども、影響力はまだまだ行使できる力にあるというふうに思います。で、自民党はね、25から33になってるから増えてるだろうというふうに思うかもしれないけれども、 前回、あまりにも負けまくっていたんでね、こういうふうに、あの25から普3なんだけど、そもそもですね、自民党っていうのは、過去20年ぐらいの歴史を見てみるとですね、あの何議席ぐらいあったと思いますか ?50 議席ぐらいあるんですよ、大体い,い,いつも。その50議席ぐらい、だから今回、自民党は、まあ、50議席はいくだろうというふうに思ってたわけですよ。まあ、まあ、いかないとしても40後半。 で、最低でも事項で足して過半数というふうに思ってたんだけれども、事項で足して過半数いかないという事態に今回なってるわけですね。これはね、本当に、あの、びっくりする現象だろうというふうに思います。 で、まだ私はですね、ここのところ全部のね、あの、票数見てですね、これを小選挙区に置き換えたらどうなるかとかですね、いろんな実験やることあるんですけれども、それまだ今やってないんで、またやったらですね、その結果もね、ご報告したいというふうに思いますけれども、まあですね、この都民ファーストのこれは力はすごかったということ。でもこれは都民ファーストの力じゃない。やっぱりですね、小池百合子都知事というですね、たった一人の政治家の 影響力っていうのは、やっぱり未だに大きいということで、これはね、恐るべきものがあったというふうに思います。ですから、自民党は勝ったように見えるけれども、で、ちなみにね、25議席の前、あの、33議席になったけど、その前に大敗したって言われてる時、38議席ぐらい取ってるはずですよ。で、その時が、あの、ブル負けしてね、もうダメだっていう時期に当たってるわけですけれども、これ33っていうのはもう非常に低い数字だというふうに思います。で、 か23から23だろうと、公明党はまあ、じゃあ変わんないやと思うかもしれないけど、それも違う。私から見ると、公明党の23議席をキープはすごいですね。なぜかと言ったら、23人が立候補して23人が受かってるんです、公明党は。誰も落選してないんですよ。このね、全員を受からせるためへのね、執念っていうのはね、これはね、ちょっと他の政党にはないぐらいのね、力の入れ方だったというふうに思います。ですから、私がですね、えー、勝利したと言えると思うのは、 ええー。こっちですね。都民ファースト、公明、そして、まあ、共産、立民だというふうに思います。だから、えー、これは自民党は私の中では負けだろうというふうに思います。で、おそらくです。でも最後のね、最後まで公明党はね、あの、踏ん張ったと思いますよ。というのも、公明党のね、十、議席後半になるんじゃないかという読みがあったわけです。あ当初ですねあ。当初、ごめんなさい。あの、 そういう出口調査やら何やらあったんですけれども、最後の最後まで行くと、蓋開けてみたら23人全員当選ということで、公明党は、 安堵してるだろううといいううに思いますただ、この今後の展望は複雑ですよ。だって、自公で過半数取れないってことは、共産立民とやるわけはいけないし、維新は一議席しかないし、ということは都民と組むしかないでしょ、都民ファーストと。そうすると、都民ファーストのですね、小池、えー、都知事はですね、えー、まだまだあ、そのなんていうかな、全面的に反対されることはないわけですよね。自民党にそれなりに遠慮する必要はあるかもしれないけれども、自民党もですね、大げさに、えー、その小池都知事のね、何かやってることを全部スパーン ちゃんとこう跳ね付けることっていうのはできないというふうに思いますですからこれはね影響力を持ちながらということにおいて一番ね小池都知事にとってはいい形の勝利になっただろうとまあ、一番っていうのはねトミーファーストを全部受かってもうすごい数になるというのはまあ、これはほとんどありえないだけど2番目ぐらいにいいアとしてはですねでこれもありえないと思ってたんだけど時効の過半数を割ってトミーファーストが相当の数を受かるという ここに来たわけですね。いや、これをね、作り出した小池百合子都知事はね、やっぱり私はですね、ただ者じゃないと思いますね。勝負感が強すぎるというふうに思います。で、あの、 で、あの、ね、皆さんも思われたし、私も思ってましたけれども、あ、病気だって言って入院しちゃってですね、あ、これで出てこないんだなと。なんだ、部下を見殺しにしたんだというふうにみんな思って、私も思った。で、舛添ズえー、前知事からですね、いろんな攻撃受けてましたね、ツイッター、Twitter、とかで。だけれどもですね、最後の最後にね、姿を表して、 で、あの、みんなを激励して回ってですね、病をね、押してでもやってくれると。いうか、バタッと倒れるかもしれないと。倒れてもそれは本望とかね、恐ろしいこと言いながらこの人は出てくるなというふうに思ってですね、あの、まあ、そんな言葉にね、コロッと騙される人なんかいやしないだろうと思ったけれども、結構多くの人が、あの、昨日ね、ライブでもあのご報告いただきましたけれども、いや、小池さんはもう本当に自分の体のことよりもね、都民のことをやってくれて、あの方頑張ってる、 っていう人が結構いたって言うんですね、職場に。で、それで職場で何にも言えなくなっちゃったと言ってましたけれどもで、そういうね、演出力っていうかですね、それはやっぱすっごい巧みなんだなというふうに思います。で、未だにですね、これを超えるですね、パフォーマーっていうのはなかなか出てきてないですね、ポピュリストっていうかね。で、小泉慎次郎さんはすごい人気を博してたけれども、最近なんかどん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 ダメになってしまって、今回最後に応援に入ったところもですね、 まあ落ちちゃったということで、えー、ちょっと、あの、小泉神話もですね、あのー、ちょっと、崩壊しつつあるんじゃないかなという気がします。えー、ただまた小池神話はですね、崩壊したのかというふうに思ってましたけれども、最後の最後に <laughs> 復活ということです、すごいなと。何回も言ってますけどね、 007は二度死ぬとかってのありましたけれどもね。小池さんは何度死んで何度嫁がやるのか。不死鳥のように嫁がやると。だから彼女が一番怖いのは今年齢の問題だけだと思うんですよね。もう68歳ですから。そう長く政治が続けてられない。だから最後の戦いということで衆院選に打って出るのではないかというふうに言われてるけれども、あり得るかもしれないというふうなまだ印象はありますね。なぜならですね。もう自民党の中では50議席取るつもりだったのが33議席になったと。皆さん考えてくださいよ。 周りから見たらね、比較第一党で、それは勝ってますよというふうに言えるかもしれないけれども、自民党として見たらですね、これは到底ですね、勝ったというふうに思えない。このままね、これは東京都でこういう状態だった。と。果たして全国でやったらどうなるんだろうか。菅総理で戦えるんだろうかという声がね、まあ間違いなく出てくるでしょう。で、菅総理としてもですね、だからといって、はい、やめますというわけにはいかない。そうすると一波乱、なんか二波乱あるのか。 これは全くわかりません。だけれどもですね、その時のいきなりのね、隠し玉になり得るのが小池よりこと知事であるというのはですね、考えられなくもないわけですね。で、そう噂されてますからね。その噂がまた噂を読んで現実になっていくというのも政治の怖いところなんですよね。人々の疑心暗鬼からですね、そういう噂が飛び交うわけですけど、で、噂があるっていうことが力となって、その噂がですね、現実を変えるということもあるわけですよね。 だから、まあどうなるかわからないですけれども、今回のこの都議選の結果はですね、私から見たら衝撃的な都議選だったなという気がいたします。さて、この都議選についてですね、いくつかありましたので、えー、読んでみたいと思います <laughs>、えー。例えばですね、これですね、えー、っと、朝日新聞ですね。朝日新聞、えー。事故、コロナ逆風、楽観、ワクチン不足で一変と、都議選という、えー、この記事はですね、 えコロナの逆風がやっぱりあったんだということを書いています。読んでみたいと思いますけど、リード。東京都議選で政権与党の自民公明両党が過半数を確保できないことが確実になった。与党内では当初過半数獲得を楽観する見方もあったが、新型コロナウイルスのワクチン接種などの滞りなどで失速。動かないと見られた小池百合子都知事も最終盤に地域政党都民ファーストの会の応援に動いた。与野党ともに次の衆院選に不安を残す結果となった。 自民党の二階幹事長は4日夜、党本部に姿を見せたが、記者団の取材要請には応じず、えー、体制反明後に開票センターで短く挨拶して党本部を後にしたと。まあだから、えー、喜んでないわけですよね。で、えー、事故で過半数届かない事態にですね、えー、閣僚の一人はですね、大敗北だ。言葉もないと。ね。だから25から33に増えてるかもしれないけれども、 だから先ほど申し上げてきた理由からですね、50は取れるんじゃないのと思っていたところ33なんだから大敗北だというふうに言ってるわけです。またですね、こんなことも書かれてますよ。菅総理自体はですね、ベテランの衆議院議員に50行くかなっていうふうに語ってたってんですよ。だからやっぱ50が一つのね、まあ分かりやすい数字ではあるんですね、50っていうのはね。だけど50行くかなというふうに言っていたところが全然50なんか行ってないということですね。 で、これの、あのー、理屈についてですね、この、どうしてかっていうので、コロナの状況を朝日新聞では言ってます。えー、都内の新型コロナウイルスの感染状況は悪化。選挙戦後半には首相肝入りのワクチン接種も供給不足に陥り、政府対応が混乱した。都内選出の衆院議員は、中小企業経営者から、ワクチンの接種が予約を取れないことを理由に、今回は自民党をやらない。やらないっていうのは自民党選挙で応援しないっていうことでしょうね。えー、というふうに言われたと。 えー、公明党もですね、えー、これは、あのー、すごい、あのー、ですね、1993年の都議選以降、全員当選を続けてきた。すごい政党だなというふうに思いますよね。で、今回はですね、コロナ禍で支持母体総科学会が全国から支持者を動員する組織選術が行えず苦戦した。ね、選挙の度にですね、総科学会が組織的に動員して、全国から東京にわーっと集まって、それで応援するというやり方をやってきた。 で、えー、さらにですね、ワクチンがどういう見通しなのかちゃんとしろよ。止めるだけで説明しないと選挙に影響する。公明党の幹部の一人は電話をしに官邸のワクチン担当者を怒鳴りつけた。とまあ、こういうところまでもう見えてるわけですね。やっぱりワクチンが結構、結構ですね、大きな、なってる。まあ、確かにワクチン打ちますよっていうね、いろんなこと思われるでしょう。打たないという方もいらっしゃって、私、それもそれでいいと思うんですけど、一つの判断ですからね。で、その、 だってこれ打ったから確実に良くなるっていう保証もないわけですしね。もしかしたら何かあるかもしれないというふうに思われて打たないっていうのもそれは一つの見識だと思います。でもいろんな葛藤を経てね、やっぱり打とうというふうに思った人がね、で日にちに決めて打とうというふうに思ったらね、あ、それキャンセルです。もうできませんっていうふうに言われたら、なんだよっていうふうになりません。せっかくワクチンやろうと思ったのにっていうふうになっちゃう。で、こういうところになんだろうというふうに思います。 選挙権最終日の3日には小池百合子都知事が都民ファーストの候補者の選挙事務所を相次いで訪問した。コロナ対応で協力が欠かせない政権への刺激を避けるためには応援に入らないと見られていただけに与党には衝撃が走った。え自民の東京都選出の衆議院議員は小池の動きにやられたと話す。でも小池さんがちょっと動いただけでそんなに変わるっていうふうに思われてるだけ、まだ小池さん逆に 私の影響力すごいでしょっていうこと、誇示できますよねこれね。でも、あのね、このね、うまくやってるのは、マイクは握らないっていうね。マイクを握るんじゃないぞと。いう、これ、比喩として応援するんじゃないぞという意味なんだけど、文字通りマイクは握らなかったんですよね小池さんはね。行って応援して一緒に歩いたり写真撮ったりをしたけれども、マイクは握ってない。だから、マイク握るなよっていうふうに言われたことに対しては握ってませんよと、いうふうに答えられると。まあ、こういうなんかちょっとずるいところもあるわけですよね。まあ、したたかと言えばいいんでしょうかね。 さすがタヌキやなという感じしますけれどもね。えー、次はですね、で、野党の方についても分析してます。立憲民主党の枝野代表が前面に立ち、次の総選挙で、えー、政権を変えて、この危機を乗り切ると、衆院選の前哨として力を入れた。で、とりわけですね、立憲は共産党との野党共闘を見せ、20以上の選挙区で候補者を一本化、統一候補の選挙区で検討した。だが、立憲が菅政権への批判票の受け皿になったとは言えそうにないと。 立憲内には一時20代半ば、20を超えるんじゃないのという、私もそれを見てました。えという,う議論もあった。だけれども、えー、こうやって言ってたみたいですね。もっと候補者を擁立すべきだっていうふうな声まであった、えー。幹部からはですね、20に届かなければ負けだという意見もあったわけです。ところが20から見ると、勝ってない。そうすると立憲は自身の考えとしてはですね、これ負けだというふうになってるわけですね。だからね、 単純に議席数が増えたから勝ち負けというふうにならない。ただ私としてはですね、立憲民主党にしてはですね、15議席よく取ったんじゃないのと。まあ、過小評価しちゃいけないけれどもね、まあ、この8議席から15席になったというところを見たいと思いますね。私は20代半ばまでいかないだろうなという,うまあ、危機感としてはね、あったら怖いっていのありましたけれども。 どう見てもね、立憲民主党が、あその、まさにこの朝日新聞の言う通りですね、あの、自民党の受け皿になってる、菅批判のですね、受け皿になってるっていう雰囲気は感じたことがないですね。あの、嫌だと。自民党の菅さんも嫌だと。でも、立憲民主党はもっと嫌だと、を言う人が多い。 それがやっぱりここに行くんじゃないんですかやっぱ小池都知事に繋がっていくわけでしょだからこそですね、小池都知事が次の,あの,あの衆院選でどう動くのかがみんな怖がってるわけですよね。だから、立憲としても小池さんに動かれたら困るわけですよね。自分たちが政権をう担うと言ってもですね、多分小池さんの方が人気あるわけですよ。江田野さんより圧倒的にね。 だからそこはやっぱりこれは、その、私が応援してるというわけじゃないですよ。私今言ってるのは、事実の分析レベルの話を言ってるわけですね。分析と希望はまた別の問題ですからね。で、分析として小池百合子と知事に人気があるというのは、これは正しいと、私は思います。少なくとも菅総理や枝野さんより人気があると。だからこそ影響力を持っているというふうに思います。今回の選挙戦はですね、まさにそれを見せつける形になったというふうに思います。ですから私はね、まあ結論から言うとね、この全てのね、 こう、あの、この政党の中で、一番のね、あの、勝利は誰かと、第一の勝利というをね、取ったのは、都民ファーストでも自民でも公明でも共産でも立民でも維新でもネットでも国民でもなく、小池より子という、ただ一人のこの女性が勝ったというふうに思います。で、まあその次に勝ったと言えるのは、やっぱり僕はこれ公明党だと思いますね。1993年の時から全員受からせるっていうのをやってきて、今回も、 無理だろうと思われたけど、最後の最後に全員遅らせるっていうことをやったから、彼らとしては自分たちの目標を達成したわけですからね。他の政党はね、いろいろ川わ算があって、えー、このいろんな川わ算があったから、えー、そのなんていうかな、あの、勝ってても自分たちで大勝利だというふうにね、思う割にはなかったんじゃないかなという気がします。えー、共産党は県庁と。で、野党共闘をアピールしたと。で、市委員長はとてもいい協力関係ができていると振り返ったと。 ということなんですね。で、私はですね、今回のここの立民が8から15に増えたっていうのはですね、まあよくも悪くも共産党の力が大きかったんだろうというふうに思いますよ。で、この結果どうなるかっていうとですね、立憲民主党はますます共産党への依存体制を深めていくでしょう。で、連合とね、立憲民主党を一番支えている労働組合は連合って言うんですけれども、この連合は昔から共産党とは仲が悪いんです。 戦ってきたのむしろ。共産党っていうのは全体主義政党であって、我々はそういう全体主義政党とは、ま、共にやらないっていうのが連合の立場だったんですね。え、同じ労働者のためにって言ってるけど違うと、彼らのやってることは。彼らのやってることっていうのは、全体主義じゃないかという批判をしてた。真っ当な批判だと私も思います。だからその連合が、だから共産党と立憲がですね、くっついていくことに対して、非常に警戒。 えー、感を持って、何回もその警告を走ってますね。それに対して、枝野さんも、いや、だからあ、あの、一緒にはやらないとかでね、あの、言ってます。格外協力もありえないというふうに、えー、連合の会長はあ、おっしゃってるわけです。だけれども、この選挙の結果を見るとですね、立憲民主党の議員たちは、特にですよ、小選挙区で戦うときには、共産党と立憲民主が戦わずにね、共産党と立憲民主が一本化しなきゃ、とてもね、自民や、このファーストはや、 え、この公明といった人たちに勝てない。まあ、そういう結果になってるじゃないですかね。だからそうやって考えてみると、立憲民主は、 で今回の都議選の結果を受けてですね、ますます共産党依存が深まっていくだろうというふうに思います。で、共産党依存があの強まるというのはね、これはほとんど覚醒剤みたいなものでしてね、一瞬その場ではですね、覚醒してね、あのー、勝つんでしょう。しかしですね、どん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 立憲民主党自体がね、共産党化していくことになりますから、主義主張が。で、そうするとどうなるかというと、安保政策とかね、えー、それからあ我が国にとって何よりも大事な皇室の問題とかに ついてですね。どん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 立憲が共産に寄っていくとどうなるかっていうと、さすがにね、この立憲や共産党のね、その、共産党の考え方に日本人の多くが賛成するってことはありえないわけですから。だってそれはそうですよ。自衛隊は違憲である。 日米同盟はやめてしまえ。え皇室ってのは長い間、まだ民主主義が、えー、の不あの未成熟な状態にあるから存在してるだけであって、えー、民主主義が成熟した状態になったら、あの、天皇なんかいなくなると。まあ、こういうことを平然と言ってるわけですよね。そんな政党に国民が入れるわけないんですよ。多くがね。で、そうやって考えてみると、えー、立憲が共産にね、近づけば近づくほどですね、議席数はそれなりに取れるんでしょうけれども、政権からは遠ざかるというのが私の見通しです。 で、そうするとですね、まあやっぱ、ここでね、今回ね、やっぱりね、あの一番ね、この都民ファーストのこの大検討によってね、煽りを受けたのはどこなのかなって考えると、私は維新じゃないかなというふうに思います。で、維新というのはやっぱりこの立憲や共産党とはもう完全にですね、えー、一線を画していますね、そこは。いや、維新が好きだとか嫌いだとかっていうことはいいんですよ、別に。どちらでもいいんです。だけれども、立憲、共産党とは、我々は野党の中でも違うというふうに完全に一線を画してますでしょ で、そういう姿勢は私は立派だと思うんですね。共産党とは違うという姿勢をはっきり出すということはね。で、そうするとね、あの、自民が嫌だっていう人で、いや、共産党なんかとんでもないと思ってる人は結構いっぱいいるわけですよ。で、そういう人たちからすると立憲には入れないですよ。立憲は共産党近いんだから。そうすると国民民主が、国民民主は残念ながらですね、擁立してる数がそもそも少なかった。で、そもそも国民民主って、 今ね、ここでご覧いただいてる動画いら、ご覧いただいてる皆さんはね、国民民主って知ってるかもしれないけれども、多分ね、多くの人の中でね、国民民主だって知らない人結構いると思うんですよ。つまり知名度が低すぎる。国民民主、いや、もうこれ前まであったとこでしょみたいな感じになってるんじゃないかなというふうに思います。今、立憲民主じゃないのというふうな感じですね。 まあだからちょっとね、あの、存在感がない、薄い、影響力っていうか存在感が薄いというふうに思います。そうやって考えてみると、この維新がね、もしかしてトミーファーストがグーッと落ちたら、維新のところの票がふっと増えたかもしれないと思うんですけれども、もこっちがですね、小池百合子と知事が動くことによって、こちらはですね、全然ダメになっちゃったということであろうかというふうに思います。えー、だから、維新にとっての悲願はですね、 関東進出でしょ要するに、ずっと大阪を、えー、中心とした生徒で、大阪では強いんです。今でも大阪で強いですよ。大阪維新はね。だけれども、東京ではあ全然勝てないということで、これをね、参議院で2名受かったわけですね。えー、柳瀬議員と、柳瀬参議院議員と、お木きと参議院議員と、2人とも受かったわけです。で、これをね、やっぱり勢いに乗って、 で、それで維新の候補者をですね、どん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 擁立して、都議選で勝って、次の衆院選に進めると。まあ、こういう、あの、展望があったわけです。ですから、最後には、松井さんと吉村さんもですね、えー、行って、あのー、選挙の応援してましたよね。まあ、私はね、ちょっと疑問に感じましたよ。あれだけ不要不急のね、なんか外出するなっていうふうに言ってる人がね、選挙の応援に行って、人を集めて、 えー、喋ってるわけでしょ不要不急。別にあなたたちの話聞くのってそんなに緊急なのかなっていうふうに思いますから。まあ、そういうところの矛盾はあったと私は思いますけどね。そもそもですね、大体いい私なんか共産党もね、すごいおかしいなと思うのは、あの、密を避けるためにオリンピックをやめろってなんか集まってやってるわけでしょいや、それ自体密なんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。どうなんですかね。 だから、まあ私は、まあそういうね、矛盾は様々感じましたけれども、そういう選挙の分析ができるだろうというふうに思います。じゃそれからですね、もうちょっと読んでみたいと思います。 えー、トミーファーストはですね、選挙区に足をもら、えー、運んでもらえただけでも、おの字だと、いうね、こういう感謝の言葉が出たわけです。もう、なんかちょっと神様みたいな扱いになってますよね。怖いなという気がしますけれどもね。6月18日、都議選告示の1週間前ですね、このトミーファーストの荒木さんという今代表を務めている方とですね、えー、自民党の方針に反対して小池さんを支持した、えー、地元の区議たち、えー、がですね、同席して、えー、こんなことを言ったみたいです。出席者によると、 荒木氏らはその場で、小池氏に都民ファースト代表への就任や、都議選への応援演説などを要請した。小池氏は都民ファーストの支援を対外的に明言しないことへの焦りからだった。ところが小池氏は、要件は受けたまわったと返すに留まった。ある出席者は、小池氏抜きで戦わざるを得ないと感じたと振り返る。小池氏はその4日後の22日、疲労を理由に入院。退院後に臨んだ7月2日の定例会見では、 ええー、トミーファーストに対して頑張ってもらいたいと率直に思っていると述べた。ええー、だが前回の都議選などで候補者を支援するためにフル活用した SNS は沈黙を貫いた。まあね、これだからまあ、狸ですよね。要するにいや、頼むから代表来てくれというふうに言われても、要件は受けたまわった。分かったともダメだとも言わないと、要件は受けたまわった。 まあこれ私もね、この言葉を覚えておこうというふうに思いました。なんか誰かからなんか言われた時に要件は受け止まったということは、これ便利な言葉だなというふうに思いましたけどね。で、まあこれ遠慮してたのは間違いなく自民党なことなんですね。この間の都知事選で実質的な支援を受けて対立関係を修復してきた自民党だと。 だけれども、最終日にですね、トミーファーストを激励したシーンはですね、自公へのささやかな抵抗だったのは、では、というふうになってけ、結果的にトミーファーストは自民と議席数が白昼し、白昼、本当ですね、二議席しか違わないんですからね、自、え、公、ー、関係者は黙ち打ちだというところをですね、あの、えー、反発してると。で、最後にまた書いてますよ、これ、ほら。 小池氏は二階、えー、幹事長に近く、党内で自民から国政復帰するのではないかという憶測がくすぶらせている。二階氏は、えー、周囲にこ小池氏の国政復帰についてそう簡単じゃないと語るが、言葉通りに受け取る人は少ないと。ある閣僚は都知事選であれだけ票を取った影響は大きいと警戒するということで、やっぱりですね、このと小池都知事のですね、この役者ぶりというかですね、まあ、すごいなという感じがあいたします。 で、えー、もう一つ共産党の言葉もですね、ご紹介しておきましょう。えー、今回ですね、18議席を上回る19議席になったことを受けて、えー、共産党の C 和夫委員長は党本部でですね、多くのところで自民党と競り合った末の重要な勝利。次がポイントです。今後の野党共闘について立憲とも協議を進めたいと。だからやっぱりね、これを機にですね、だから共産党の戦術ってのはもうわかりやすいですよ。この都議選を機にして、 えーえー、この共闘関係やって、ほら、一緒にやった方が勝てるでしょっていうのをやって、まあ、まあ、麻薬の第一発目みたいな感じですよね。で、ほら、勝ったでしょと、次も必要でしょというふうにこうやっていくという作戦だというふうに思いますね。これは本当に怖いというふうに思います。 え、ま、そんな、ことなんですが、えー、最後にですね、ご紹介させていただきたいのはね、えー、ま、政治学者の山口二郎さんがこんなことをツイッターで書いてました。やっぱりね、私はね、自分と意見が違う人は、どうやって、この選挙、都議選を分析したかっていうのをね、見ておくことって大事だと思ってるんですよ。で、まずはね、こうですね、私が応援のマイクを握った、豊島区、北区、文京区の共産党の候補がみんな当選、嬉しい。これからの活躍を期待したい。もう、 共産党のところに行って応援してるんだな。ああ、もうなんか、あの、正体見たり、枯れようばなという感じですよね。だけども、まあ、もう分かってますけどね。昔はね、そんな共産党と一緒になるっていう人じゃなかったんですよ。山口二郎さんってね。ああ、なんかもう時の流れが人を変えというやつですね。で、次にこう,こうやって書いてますね。いろいろな教訓に富む都議選だった。自民党への拒否感の広がりは予想以上。東京の場合、その受け皿が都民ファーストだった。 ここの分析は私もそうだと思います。これは、あの、いくら、あの、そのですね、あの、意見が違うとは言ってもですね、分析としては私も同じです。で、その次、野党の協力を徹底すればかなり取れることも分かった。希望を持って戦おう。あとは衆院選で投票率を上げることが最大の課題と書いてます。つまり、またここでね、やっぱりこの人は共産党に応援に行ってることはあって、完全に彼が今やろうとしてることはね、立憲と共産をくっつかせて、で、それで、 あの、政権交代をしたいっていう野望を持ってる。民主党政権の時も彼のことをですね、結構信用している人が多かったんだけれども、でも今はですね、もう立憲と共産でとにかく自民叩けばいい。まあ、反自民のですね、まあ、この、に燃えてる人ですから、そうなんだろうと思いますけれども、このね、えー、自民党への拒否感の広がりは予想以上と。 という、これは事実。そして、それを受け皿は、立憲でもなく、共産でもなく、トミーファーストだったというのも事実だというふうに思います。ですから、私たちはですね、えー、きちんと考えなくちゃいけないのは、立憲、共産がな、ね、一,一丸となってやってきたときにですね、果たしてそれで自民党がどうやってですね、えー、勝つことができるのかというのをですね、自民党にはきちんと考えていただきたい。ただし、それがですね、小池百合子と知事を使うとかですね、そういうことになってくると、まあ、それで乗る人も結構多いでしょうけれども、 私なんかは絶対嫌ですね。拒否感を覚えますね。ええー、と、もう入れるとこないよという感じになりますね。本当にね。もし、 小池、えー、自民党総裁なんてのになってですね。で、えー、もう対抗馬が立憲枝のプラス共産党になったら、もう私としてはもう目も当てられないと、どっちにも入れたくないと。なんか犯罪に、どっちに入れても犯罪に加担してるような気がしましてですね。あの、なんかあ、その、将来、孫子のために対してですね、あの、申し訳ができないと、いうふうふに申し開きできないというふうに思いますから、そういう事態になってほしくないと思いますけれども、自民党がですね、どうやってこの、今回の選挙を総括して、 次に繋げていくのかというところをですね、今後も注目してまいりたいというふうに思います。さて、イソップ寓話です。今日はですね、なかなかこれも面白い。36番、バチあたり。バチあたり目が、デルフォへの信託なんて嘘800であることを証明してやると言って、誰かと賭けをした。 これはね、デルフォイっていうのはね、有名なところで、あの、アポロンの新卓所のあったところですね。で、これ一番、あの、あれ、ソクラテスがですね、あの、一番賢いとかですね。こういう新卓が下っちゃうところですよね。で、その日になると、小さな雀を一羽、マントの下に隠し持つと、神殿に行き、真正面に立って、我が手の中にあるものは命ありやなしや、と問いかけた。つまり、自分、生きた雀を持ってって、 で、それでこれは生きてますか死んでますか神様というふうに聞いた。もし神が死んでいると答えたら、えー、スズめを生きたまま見せてやるし、生きてると、えー、続けたなら締め殺して殺して、えー、それから出すという根端であった。神様は男のペテンを見破ってのたまわく。奥が良い。その者の,のあ性あるか否かは何時の胸一つであろうがと。お前が決められることだろうというふうに答えた。 ここで結論はですね、真意を試したり曲げたりはできぬことをこの話は解き明かしているということなんですね。なかなかこれは質問深いというふうに思います。私はこれは別に特に解説加えるまでもなくですね、素直に受け取っておいて良いんじゃないかなというふうに思います。まあ現在真意をですね、どうやって受け取るかっていうのは非常に難しい問題ですけれども、なかなか私はこの、なんかガ蓄に富んだ話だなというふうに思いました。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。 またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜られる方は、下記の振り込み講座よりご支援のほどよろしくお願いします。